そして俺はクレイドル製薬の内部の人間から情報を引き出すことにも成功した。極限脱出9時間9人9の扉2009年チューンソフト、どうもアラヤンです。さあ前回の続きいくぞ。その情報提供者はこう言ったんだ。今夜 X 不頭から船が出る。子供たちはその船に乗せられ沖合に停泊している大型客船と連行されるらしい。そうして俺はその不頭へとたどり着いた。物陰に身を潜めて様子を探ると、岸壁に一艘の不審船が横付けされているのが分かった。その船上と周囲にちらほらと人影が見えてる。セブンが単独潜入するあたりですね。黒いスーツに身を包んだ男たちが大きな袋に詰め込まれた何かを船の中へと運び込んでるみてえだった。その重量感、たわみ方を見て俺は悟った。間違いねえ、奴らが運び込んでいるのは人だ。この辺は前にも一度見たストーリーですよね。気づいた時にはもう俺の体は動いていた。物陰から飛び出し銃を構えた。動くな。だが次の瞬間、俺の後頭部には硬い金属が押し当てられていた。こうしてセブンは捕まったんだよな。銃を捨てろ。ここで君を殺したところで私は何も困りはしない。足首に怒りをつなげて海へと放り込めば1週間は上がってこないだろう。どうする？魚の餌になってみるかね。撃鉄の下げられる音が頭蓋骨に直接響いた。悔しいがどうしようもなかった。俺は声に従いゆっくりと足元に銃を置いた。その直後、首筋に鋭い痛みを覚えた。何か針のようなものを突き刺されたらしい。注射か。俺はそのままうつ伏せになって倒れた。頬には冷たいコンクリートの感触があった。それを最後に俺の意識は途切れた。硬い床の上で俺は目を覚ました。くそ、頭がガンガンするぜ。前回に見たセブンの記憶と何が違うんだろう。首だけを軽く持ち上げて辺りを見回す。どこだここは。粗末なベッド、薄汚れた洗面台、ドアのついていないむき出しのままの便器。どうやらそこは刑事である俺のよく知ってる場所のようだった。この辺はずっと一緒だよな。独房か。便器の反対側の壁には一枚の扉が。もしかすると前回思い出した記憶では、ラストの方がどうしても思い出せないって言ってたけど、そのあたりが思い出せたってことなのか。扉に手のひらをついて前後左右に圧力をかけてみた。だが開かねえ。当然だ。独房にぶち込んでおいて鍵をかけないわけがない。何度か体当たりも食らわしてみたが無駄だっただよな。俺は一人つぶやいてその場にどさっと腰を下ろした。ベッドの下の通風口から脱出するんでしたよね。それからどれぐらいの時間が経ったか、俺の耳にふとかすかな声が届いた。声は遠かった。なんて言ってるのか聞き取ることはできなかった。だがそれは確かに俺の鼓膜を震わせていた。変声期を迎える前の甲高い声。そう、子供の声だ。声は一つじゃなく重なり合って響いていた。複数いるな。5人か6人か、いやもっとか。どこだ、どこから聞こえてくる。俺はキョロキョロと辺りを見回し壁に耳をつけてみた。違う、こっちじゃねえ。
左のベッドの下が。俺は鋼鉄のフレームをがっしり掴むと力任せにベッドをひっくり返した。見つけた。すぐに分かった。ベッドが置かれていた壁の下の方に金網に覆われた通気口があった。腹ばいになって奥を覗き込んでみたら暗くて何も見えやしない。だがその先から声が聞こえてくることは間違いなかった。どういうことだ、なんでこんなところに子供たちが。思い出したのはクレイドル製薬の内通者の言葉だった。今夜 X 埠頭から船が出る。子供たちはその船に乗せられ沖合に停泊している大型客船と連行されるらしい。まさかここはその大型客船の中だってのか。とにかくどうにかして子供たちのところへたどり着けねえもんかと俺は考えた。その時目に入ったのは金網だった。いけるか。俺は指をかぎ爪のように折り曲げて網の目をがっしりと掴んだ。そしてざまめろな、こじくしょうめ。目の前にはぽっかりと開いたダクトへの入り口。俺は額に吹き出した汗を拭って早速その奥へと潜り込んでいった。幼虫みてえにもぞもぞと体を動かしてひたすら前へ前へと進んだ。しばらく行くとダクトは一回り太くなって、この俺でさえ四つん這いで進めるほどの広さになった。まるで幼虫から成虫になった気分だったぜ。俺はゴキブリみてえに手足をバタつかせてさらに前進を続けた。とその時、ダクトの向こうから重々しい響きが届いた。何か分厚い鉄の門が閉ざされるような音だった。続けて聞こえてきたのは、なんだ。英語で何を言ってるかは分からなかったが、とにかくやべえってことだけは理解できた。そしてそれを裏付けるみてえに幼い悲鳴が響いてきた。聞き迫る絶叫だった。複数の声が混ざり合ってぐちゃぐちゃだった。くそ、一体何が起こったってんだ。俺は四つん這いになったまま走り出した。狭いダクトの中を獣のように駆け抜けていく。すると湾曲したダクトの左手に一枚の鉄扉を見つけた。子供たちの悲鳴はそのすぐ向こう側から聞こえてきていた。ここだ。俺は確信してこの地形の取っ手をつかむと勢いよくそれを押し上げた。以前に記憶が復活した時にはセブンはここまでしか思い出せなかったんだよな。ここから先を思い出したのかな。そこは底面が急角形になったドーム型の広い空間だった。急角形のドーム、ちょうどロートを逆さにしたような形で天井は上に向かってすぼまっている煙突のようにも見えた。何の施設なんだ。その下には
探し求めていた子供たちの姿があった。子供たちは顔をこわばらせて俺のことを見上げていた。そりゃそうだよな、あんなところから出てきたらびっくりするわ。いきなり現れた俺の姿に驚いているというよりは怯えている様子だった。一番手前にいてるのはニルスかな、右手前がサンタか。無理もないか、この面構えじゃ。自嘲気味に笑って俺は真下の子供たちに向かって言った。安心しろ、敵じゃねえ。それでも彼らの表情は晴れない。仮面を貼り付けたように固まっていた。そんな中、たった一人だけ答えを返してくれた奴がいた。学ランを着た少年だった。これはサンタだよな。あんた一体誰なんだよ。そいつは一歩前に出て疑うようにこっちを見ながら言った。刑事だよ、お前ら助けに来たんだ。俺がそう告げた途端、ほんの少しだけ子供たちの表情が和らいだ。助けるってどうやって。確かに出口がどこにもないからな。出口はダメなんだ。入ってきた方の2枚の扉は両方とも開かないし、そこにある9の扉は。そこで言葉を切ってから学ランはこう続けた。とにかくダメなんだよ、全員では出られないんだ。このままだと俺たち焼き殺されることに。焼き殺される。ここは焼却炉の中なんだ。今鳴り響いてる警報は焼却が始まることを告げていて。焼却まで残り18分ってことか。だからだから。そこに再びアナウンスの声が響き渡った。嫌な予感。残り15分。さすがの俺でも15ミニッツぐらいは聞き取ることができた。どうやら残り15分ということらしい。俺は改めて眼下の様子を確かめてみた。床までの距離は7、8メートルか。結構高いぞ。とてもじゃないが、腕を伸ばしたところで子供たちの体を引き上げることはできそうもなかった。それじゃあどうすればいいか。瞬間一つの考えがひらめいた。待ってろ、すぐに戻ってくる。どこ行っちゃうの。僕たちを見せるつもり。子供たちが動揺の色を浮かべてざわめく。ほら、不器用だが精一杯の笑顔を浮かべ言ってやった。何を取ってくるつもりなんだろう。心配するな、必ず戻ってくる。だからおとなしく待ってるんだ。いいな。そのまま俺は急いでダクトイと引き返した。走る走る走る。獣のように四つ足でダクトを駆け抜けていく。やがてたどり着いた場所は、そう、独房だった。戻ってきたんだ。あるものを用意するために。その準備を終えると俺は急いで再びダクトの中へ飛び込んだ。ベッドのシーツか何かでロープを作ったのか。そして待たせたな。焼却炉に戻った俺は持ってきたロープをスルスルと下ろしていった。待たせたな。それはベッドのシーツを切り裂いて結び、縄のように寄り合わせて作ったものだった。さあそいつを体に巻きつけるんだ。一人ずつ順番に引き上げてやる。わかった。あれ、ちょっと待てよ。俺はフロアの隅々を見渡して続けた。どうしたんだ。人数が減ってるじゃねえか。他の連中はどうしたんだ。学ランが答える。先に行かせたんだ。9の扉を開いてその向こうへ。ああ、どういうことだ。そこにある9って書かれた扉が開いたっていうのか。セブンはノナリーゲームのルールを知りませんからね。だからそう言ってるだろ。だったらなんでお前らは残ってる。一緒に行けばよかったじゃねえか。無理なんだよ。どうして。ナンバリングドアの先に進めるのは。学ランが言いかけたその時、残り何分だ。残り5分。4人も引き上げられるのか。例のアナウンスがドームを包み込むように響いた。とにかく詳しいことは後で説明する。引き上げてくれ。ああ、分かった。
俺はそう答えてシーツで作ったロープを強く握り直した。まずはポニーテールの少女を引き上げる。次に赤いネクタイをした少女の体を手繰り寄せた。3番目はジャケットを羽織った背の高い少年。こいつは自力で登ると言ったんで俺はロープをしっかりと支えた。そして最後に学ランの少年。4人とも全員助け出したわけですね。そいつも同じく自分の力でスルスルとロープを登ってきた。その細い体つきからは想像もつかないほどの腕力で、そいつはみるみるうちに距離を詰めてきた。あとわずかで俺のところまで届くかというその時、やばい、扉を叩く音が響いた。吸い寄せられるように俺はそっちを向いた。扉には四角くて分厚い窓ガラスがついていた。その向こう側にへばりつくようにして何者かが室内の様子を覗き込んでいる。これは誰が覗き込んでるんだ。誰だこれは。なぜだ、なぜ誰もいない。ガキどもは一体どこに消えちまったんだ。くそ。扉が開いたと同時に狂気じみた形相を浮かべて一人の男が飛び込んできた。俺はその顔を知っていた。捜査資料の中で見たんだ。その男の名は本郷源太郎。クレイドル製薬の CEO だ。一宮か。本郷は学ランの姿を見つけるなり、うわー、獣じみた雄たけびを上げロープの元へと突進してきた。急げ。分かってる。学ランは止めていた腕を再び動かしてぐんぐんとぐんぐんとこちらに向かって登ってきた。だいぶやばい状況だな。今度クソガキか、待ってくれ。残り3メートル、2メートル、1メートルに達したところで俺はがっしりと学ランの腕を掴んだ。そのまま吊り上げるようにしてダクトの中へと引きずり込む。逃げろ、逃げろ。もはや本郷の叫び声は言葉になってもいなかった。かなり危ないやつだな。顔も人間のものとは思えない。悪魔か怪物か、あるいは牙を剥いて威嚇する獰猛な爬虫類のように見えた。俺は本郷が登ってこられないようにロープを素早く手繰り寄せてダクトの奥へと放り込んだ。許せ、許せず、私の崇高な実験を邪魔しやって。焼却炉の残り時間は。実験、実験ってなんだ。残り1分。おい、おっさん何やってんだよ、早くしろ。背中を叩く学ランの声。俺は本郷に向かって敬礼し鉄の扉をガシャリと閉めた。どこに戻っても意味がねえ。それとは逆方向に進路を取った。よく4分間で4人も引き上げたよな。するとほんの10メートルほど進んだところでダクトの左手に脇道が現れた。その脇道は傾斜の急な下り坂になっていた。俺は4人の子供たちと共にその傾斜を滑り降りていった。降り立った場所は太くて短い通路だった。通路の両端にはそれぞれ1枚ずつ扉がついている。通気口から出たってことね。左手にあるのは両開きの普通のドアで、右手にあるのはどこか見覚えのある重厚な鉄の扉だった。これは旧の扉の向こう側じゃないか。扉は黄色と黒の縞模様で縁取られていて、その脇には奇妙な形をした何かのデバイスらしきものが設置されていた。あれはデッドだよな。扉の上にはプレートが取り付けられている。そこにはインシネレーターと記されていた。インシネレーター。焼却炉のことですよ。俺のつぶやきに答えたのは赤いネクタイをした少女だった。ってことはこの先には。ええ、本郷がいるかもしれませんね。焼却システムは止められたみたいですし。早く逃げないと。何をのんきり言ってんだ、やべえじゃねえか。はい、やばいと思います。チッ、明日打ちをして続けた。逆だ逆、向こうの扉に行くんだ。さあ早く。
4人の子供たちが走り出す。最後に俺もその後を追った。扉を開くとそこには螺旋階段だ。走れ。出口に繋がっているのか。俺の声を合図に子供たちは一斉に階段に向かって飛び込んでいった。登れ登れ登れ。足を振り上げ腕をかき一心不乱に駆け登る。ぐる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 登っていく。ただ上を目指してがむしゃらに。そうして登り続け、いくつかの踊り場を通り過ぎたところで不意にガクランが言った。足を止めずに走りながら。おかしい、いつまで経っても茜に追いつかない。茜？茜？妹のことだよ。赤いネクタイをしたあいつのことだ。茜、茜、変だな。そんな名前の少女は行方不明になった16人の中にはいなかったはずだな。もう一人さらわれたはずの少女ってことですよね。おい、茜！ガクランは上に向かって呼びかけた。返事はない。もしかしたら追い抜いちまったのかも。こんな狭い螺旋階段で追い抜くことなんかできないでしょう。そう言ってガクランは急制動をかけた。慌てて俺も立ち止まる。ジャケットの少年とポニーテールの少女も足を止めた。追い抜いたって、いつだ。ほら、別のデッキに繋がったところが途中にいくつかあっただろ。あの踊り場のところで休んでたのかもしれない。そんなバカなこと。おっさん、悪いけど先に行っててくれ。俺は下を見てくるから。くるりとキビスを返すガクラン。めちゃくちゃ危ないでしょう。下から本郷が来てるかもしれないのに。おい、ちょっと待てよ坊主。待てって。引き止める声も聞かずにガクランは階段を駆け下りていった。くそ。軽く悪態をついてから俺はジャケットの少年とポニーテールの少女に向かっていった。俺はあいつの後を追う。お前らは先に行け。わかったな。少女がうなずいて階段を駆け上がっていく。ところが少年の方は。僕も一緒に行くよ。どうして。時間がない。俺はうなずいて階段を駆け下りていった。ジャケットの少年もその後に続く。結局最下層のフロアに達するまで茜とかいう少女の姿は見当たらなかった。結局元の場所まで戻ってきてしまったってことだよな。なんでだよ、どこ行っちまったんだあいつは。ガクランは苛立ちを隠しきれない様子で熱い言葉を吐いた。と次の瞬間、どこか遠くから声が聞こえる。少女の声が聞こえてきた。わかれ。ガクランは力任せに扉を開け放つと焼却炉に面した通路の中へと飛び込んでいった。俺はジャケットの少年と共にその後を追う。そこに踏み込んだ途端、俺は信じがたい光景を目にすることになった。本郷が茜と呼ばれた少女の手を引いて無理やり焼却炉の中に連れ込もうとしていたんだ。さあこっちに来るんだ。どこで捕まったんだ。茜は両足を踏ん張ってグイグイと腕を引き懸命に本郷の手から逃れようとしていた。わかれ。ガクランが叫び本郷に向かってたけたけしく突進していった。お兄ちゃん。へっ、遅いんだよ間抜けが。本郷は茜の腕を手繰り寄せるとそのまま投げ捨てるように焼却炉の中へと放り込んだ。そして自分もドンの中へ直後。どうして本郷も入っていくんだ。扉がずっしりと閉まった。俺たちは扉の前へと駆け寄った。そこに食らいつきどうにかして扉をこじ開けようとした。だが、くそ、ダメだ、1ミリも動かねえ。ガクランが扉を叩く。拳が砕けてしまうんじゃねえかってくらいに強く強く。扉の向こうから悲鳴のような声が響いた。本郷はどこへ行った。本郷は反対側のドアからなんだって。
Emergency alert. Emergency alert. Emergency incineration command has been confirmed. やばいね、焼却炉に火が入りそう。Automatic incineration will take action in 18 minutes. また残り18分からスタート。Please evacuate the incinerator immediately. Repeat. Emergency incineration. おい、マジかよ。さっきと同じアナウンスじゃねえか。待ってろ、すぐに助けてやるからな。学ランは血の気のうせた顔を見せながらも努めて冷静に振る舞うように答えた。時間だけが過ぎていく。からすすり泣く声が聞こえてきた。学ランは拳を握りしめて懸命に涙をこらえているみてえだった。なあ、それからどうなったんだ。もしかしてここまでしか覚えてないのか。めちゃくちゃいいところなんですけど。簡単に聞いてくれるなよ。話すこっちの身にもなってくれ。それじゃあ、はあ、そういうことだよ。こんな記憶なら思い出さない方がマシだったぜ。茜を助けることができないまま焼却炉に火は入ったってことなんですね。なあ、それって確かなのか。ああ、俺だって本当は聞きたくないんだ、こんなこと。だけどどうしてもわからないことがあって、だから頼む、教えてくれ。本当にその茜って子は。ああ、間違いねえ、確かだよ。結局どうすることもできずにタイムリミットが訪れてな、扉の向こうから何かが燃え盛るようなごう音が、そして音が止んでからも俺たち三人はその場を動くことができずにいた。俺とジャケットの少年はぼんやりとその場に立ち尽くし、学ランは糸の切れた操り人形みたいに扉の前に崩折れていた。それからしばらくして不意に何の前触れもなく扉が開いた。マジかよ、ひどいな本郷。学ランは弾かれたように扉の中へ。俺とジャケットの少年もその後を追った。焼却炉の中は灼熱の空気に覆われていた。息を吸い込むたびに肺胞の一つ一つがじりじりと焼け焦げていくみてえだった。辺り一面からゆらゆらと陽炎が立ち上っている。入ってきた扉が閉まるとかない。その揺らめきのただ中にそれは横たわっていた。学ランがそこに向かって近づいていく。ふらふらと魂が抜けたような足取りで、やがてあいつはその前に着くと力をなくしたように膝をつき、そしてめの前で茜の焼死体を見たってことなんですね。なあ、一つだけ聞かせてくれないか。なんだ。その茜ってこの名字はなんて言うんだ。確かに紫本人なのかどうかがめちゃくちゃ気になるよな。そんなこと聞いてどうする。いいから教えてくれ、頼む。倉敷だよ、倉敷茜。それが亡くなった少女の名前だ。紫じゃねえか。ニルス、お前はあの時あの場所にいたな。一緒に焼却炉の方に引き返してきた青年のことですよね。ジャケットを着た背の高い少年、
あいつがお前だ。そうだろ。ああ、その通りだよ刑事さん。だけど誤解しないでほしい。僕がそのことを黙ってたのは、さっきも言った通り、ゼロに脅迫されてたからなんだ。9年前のことを口にするわけにはいかなかったんだよ。つまりゼロに加担してたわけじゃねえってことだな。もちろんだ。四つ葉の方はどうなんだ。ちょっとやめてよ。私がゼロの仲間だっていうの？さっきも言ったけど、私はネバタの模擬実験棟9棟の方にいたんだよ。お兄ちゃんから一人の刑事が助けに来てくれたって話は聞いてたけど。セブンの顔を見てもそれがその刑事かどうかは判断つかないよね。まさかそれがセブンだったなんて。なるほどな。ま、信じてやることにするか。それじゃあもう一つ聞かせてくれ。サンタの本名は倉敷葵。あいつは焼却炉で亡くなった少女茜の兄貴だ。そのことについては。そんなそうなの？お兄ちゃん。ああ、どうやらそういうことになるみたいだね。じゃあどうしてサンタは紫を見て茜のことだって気づかないんだ？気づかないふりをしてるだけってことか。だから紫にこだわって旧の扉の向こうに紫を連れて行こうとしたのかな。と言ってももちろん最初から分かってたわけじゃないけれど、9年前の葵は変声期の真っ最中、今とは全然違う声をしてたんだ。確かに回想シーンでも全然違う高い声でしたからね。いくら僕が聴覚に優れているとはいえ、さすがに声紋までは把握できない。だからまさかサンタが葵だなんて思いもよらなかったんだ。気づいたのはいつだ。四つ葉からサンタは9年前の仲間かもしれないって話を聞いてね。隣の部屋書庫へと移動する途中のことだ。それを聞いてなんとなくそうじゃないかと。サンタ葵、倉敷茜の紫の兄だって。わからないことは山ほどある。それこそ窒息してしまいそうなぐらいに山ほど。純平は茜の幼馴染だったのに、お兄さんの葵のことはよく知らないってことなのかな。だが一つだけ分かったことがある。なんだ。シャワー室の死体、ニルスに偽装されて殺されたあの男はおそらく虹崎だったんだろう。なるほど。なんだって。おいおい、気づいてなかったのかよ。気づくも何も、俺が記憶を取り戻したのはついさっきのことなんだぜ。9年前のノナリーゲームに対しての復讐ゲームってことか。うん。だがとにかくそう考えれば、3つの殺人事件について説明がつくだろう。そう、殺人事件。最初に爆死した久保田の件も含めてそう呼ぼう。これらの殺人はなぜ行われたのか。純平君の言った通り、シャワー室の死体が虹崎だったとするなら、殺されたのは全員ノナリープロジェクトの幹部たちってことになるね。実験を指揮していた研究者久保田、本郷を補佐していた参謀虹崎、プロジェクトに出資していた投資家の男武蔵堂、あとは本郷一宮だけが生きてるっていう構図になるわけだな。それじゃあ全ては復讐のために行われたってこと？サンタはゼロで、亡くなった茜のお兄さんで、だからその恨みのために3人を殺したと。いや、直接手を下したのはサンタじゃないだろう。とにかくもしもそうだとすると、次に狙われる人物はおのずと決まってくる。言わなくてもわかるよな。ああ、うん、そうだな。次に狙われるのは本郷源太郎。一宮だよな。ノナリープロジェクトを立案した首謀者。つまり一宮ってことだな。なんだ爆発音。おいおい、なんなんだよこの夜は。多分午前6時、
タイムリミットに達したんだろう。水が船の中に入ってきてるのか。くそ、急げ、早くここを出るんだ。早く行こうぜ。出るってどうやって。きっとこいつで出口が開くはずだ。ゼロのカードキー。さあ行こう。ファイル画面に新しい資料が追加。カードキーゼロゲットですね。中央にゼロと記されたカードキー。ゼロ、ゼロか。なんだかゼロにからかわれてるような気がした。ファイルに追加されたものってなんだろう。9年前の写真かな。オッケー、じゃあ脱出するぜ。右手に握りしめたカードキー、素早くカードリーダーに滑らせた。するとオープン。順平見て、ロックが解除されたみたい。よっしゃ、これでチョコに戻れるぜ。順平くん時間がない。さあ行こう。オッケー、よし行こう。脱出したぞ。これで9の扉の向こうの脱出パートは終了かな。 You found it。 いつの間にか振動が止んでるな。脱出の記憶トロフィーをゲットしましたね。はい、ということで今回はセブンの回想シーンが主なストーリーでした。何の選択肢も何の脱出もなかったけど話聞いてるだけって感じでしたね。さあ次回はこの書庫から先進んでいきたいと思います。早くサンタと一宮を見つけないとね。じゃあ今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。